じゃあ書いたことでもいいですし、はい、あの思ったことでもいいんで言ってください。はい、よし、はい、はい、前歯の部分矯正治療お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、今こう先ほどアンケート書いていただいたんですけれども、いくつか質問させてください。はい、お名前を教えてください。はい、高柳と申します。はい、ありがとうございます。年齢を教えてください。25歳です。はい、ありがとうございます。で、前歯の部分矯正で実際に動かしてた期間を教えてください。はい、6ヶ月ちょうど半年ぐらいでしたね。はい、上をやってましたね、ワイヤーでね。で、そもそも部分矯正したいなとかしようかなと思ったきっかけを教えてください。はい、もともと小学校、うん、中学校ぐらいで、歯並びが悪くて矯正をしてたんですけど、やってたんですよね。はい、やってました、うん、もうちょっと大学ぐらい入ってから後戻りしてきちゃって、うんうんうん、前歯の両脇に隙間が空いてきて、うん、ってちょっと前に出つつ広げ、ね、隙間ができちゃったんですよね。すごい気になってて、うん、まあ、ちょっと部分矯正やってるってことなので、うん、はい、お願いします。じゃあ以前矯正終わりましたって時に、なんかこう戻りにくいようなこうマウスピースみたいなのはもらいましたか？はい、ちょっともらったんですけど、はい、まあ諸事情で紛失してしまいまして。なるほど。はい、なくしちゃって、はい、そっからもうしなくなっちゃって、まあ、もうなくなっちゃったからね、うん、そしたら徐々に徐々に戻っていきました。あ、なるほど。はい、まあ、それでまあいろいろこう探してうち見つけていただいてっていう感じですかね。はい、でうちに相談来ていただいて、他にもこう相談何個か行かれたりとかしたんですか？ああ、そうですね、地元の近くの歯医者さんだったりは行ったんですけど、うん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 、やっぱり行くと部分矯正よりも値段の高い全体の矯正で、しかも上下でとか勧められて、うん、自分の求めてるものとは違うものを勧められることが多かったので、うんうん、で、そこでは、じゃちょっと考えますみたいな感じで。あ、そうですね、保留って感じで。保留で保留して、で、うち見つけていただいて、はい、いろいろお話をして、うちでやろうと思ったら決め手って何ですか？決め手、まず、うん、その部分矯正の症例っていうのがすごくいっぱいインスタグラムとかに上がってるのを見て、はい、すごい実績があるなって感じたのと、はい、やっぱ値段が私の持っている値段と近い、うんうん、あ、なるほどなるほど、ところで決めさせてもらいました。なるほどです。はい、わかりました。で、いざ始めてね、終わったんですけども、やる前に不安だったことって覚えてますか？不安だったこと、やっぱもともと全体の矯正をやってた身として、うんうん、やっぱその前歯だけに矯正器具をつけて、うん、ちゃんと歯が動いてくれるのかなっていう心配は少しありました。うん、なるほどね。実際どうですか？思った以上にちゃんと動いてくれて、期間も短く終わったので、すごい感謝してます。ありがとうございます。いいと思います。じゃあ、前歯の部分矯正やる前とやった後で、歯並び、どういうふうに変わりましたか？そうですね、前歯がやっぱりしっかりと並んで、うん、隙間もなく。隙間閉じました。はい、よかったです。じゃあ、思い描いた感じに近い感じになりました？はい、なりました。お、前歯の噛み合わせが良くなったってことですか？そうなんですよ。やっぱりしっかりと下の歯に近づいて、うんうんうん、前歯で噛むことに抵抗なくなる。本当ですか？はい、よかったよかった。じゃあ前歯の部分矯正やる前でやった後で気持ちの変化とか？そうですね、やっぱりちょっと隙間ができてきたことによって、うん、その横からの写真とかすごい気になっちゃってて、自分でも、うん、多分人よりも、うんうんうん、そこをしっかりと埋めたことによって、うん、まあ、どこの角度から写真撮られても全然大丈夫、 OK って感じで。生活はどうですか？やる前やった後マスクを外すことに抵抗がなくなって。そうですね、やっぱりちょっと歯並びがあってところで、うんうん、まあ、今マスク生活なので、うんうん、そのマスクしている時としてない時の印象とかをすごい気にして、うんうん、外すのちょっと抵抗あったりしたんですけど、うんうんうん、今はそういうのもなくマスク外して、はい、なるほど、楽しめるようになると。そうですね、わかりました。じゃあ前歯の部分矯正やりたいんだけどまだやってない人、ちょっと前の自分を探してる段階の人になんかメッセージをお願いしたいんですけど。はい、まあ、思ってるやっぱ値段とかかかっちゃうってところもあると思うんですけど、うん、やっぱり治すことによって一生ものというか、うんうんうん、だし痛みとか違和感も思ってよりもうすぐ慣れるから、うん、
ぜひやってもらいたいなと思います。なるほどですね、はい、人生変わると思います、うん、歯は大事だなって思います。ありがとうございます。じゃあ最後にあの前歯の部分矯正ね、半年ぐらいちょうどやってましたけどもね、振り返ってみて、はい、前歯の部分矯正はやってよかったですか？やってよかったです。やってよかったですか？わかりました。言わせてないですよね。言わせてないです。自分の意思で、はい、わかりました。質問以上になります、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、こちらこそ。よいしょ。よ